鹿児島県種子島の西に浮かぶ無人島の馬毛島に航空自衛隊の基地建設が始まって1年経過しました。滑走路を造成して島全体を航空基地にする工事が順調に進められているようです。今回は防衛省が公開したイメージ図を見ながら出雲&加賀係留入港について見ていきたいと思います。F-35B 戦闘機が新田原基地に配備される馬毛島との距離もかなり近い。これは防衛省の思惑だよね。2023年1月12日付、鹿児島の南日本新聞社が航空機から基地建設工事が進む様子を取材した記事を写真とともに掲載しました。森林伐採や造成が進み、作業用らしき羊舗装道が全域に張り巡らされている。あらゆるところで重機が稼働中。海沿いは大型船用の仮設桟橋が岸壁から沖へ伸び、内陸部にも建物が立ち並んでいたということでした。道東における基地建設が本格的に進められていると伝えています。防衛省は2021年8月6日、アメリカ海軍の空母艦載機の訓練及び航空自衛隊機が訓練を行う飛行場を持つ基地を建設するとして、鹿児島県西之表市の馬毛島を選定しました。それに合わせて、同等に整備される港湾施設など基地施設のイメージ図を公表したのです。馬毛島は大隅諸島に属し、ロケット発射基地として、有名な種子島の西方 12km に浮かぶ面積 8.2 平方 km で、周囲 16.5km、島のほとんどが低地で平らな無人島です。2005年、平成17年の国勢調査では、かつて馬毛島を所有していたダストンエアポート社、当時は馬毛島開発の従業員15人が住民として登録されていたので、その時は有人島扱いになっていたようです。島の位置や形状から2007年頃より、横須賀基地駐留のアメリカ海軍第7艦隊の原子力空母が横須賀基地に帰投した際の艦載機の陸上空母艦載機離発着訓練 FCLP の候補地として注目されていたのです。その後、2010年、平成22年に防衛省が馬毛島を自衛隊施設として使用すると決定。滑走路整備による航空基地だけでなく上陸演習場や事前集積拠点としても利用する以外にも、災害派遣時の物資集積場として使用する計画を立案、種子島などにでは地元説明会を開いていました。しかし、馬毛島では、2011年、平成23年に、馬毛島開発オーナー一族でトラブルが発生、その他にも、滑走路建設などが、原因の数々のトラブルも発生しました。そのせいで計画が危ぶまれていましたが、日本政府は、アメリカ海軍の FCLP 訓練の候補地として、2プラス2の公文書に表記、2018年には、防衛省が、馬毛島を、海自・空自領守る隊の拠点として活用する方針を発表、2019年タストンエアポート社との間で、売買契約が成立したため、基地建設計画が進められているというわけです。南日本新聞記事によると、基地本体の着工から、1月12日までの1年で、建物や施設も増えたので、まるで、基地のための町が出現したようだと言っています。馬毛島の中央部には、建物が10棟以上密集し、宿舎の発電機や重機用とみられる燃料タンクやコンクリートプラントもなども確認され、基地建設工事が開始前からあったタストンエアポート社が建設したとされていた、島の東西南北を十字に貫いていた2本の滑走路らしきものは、痕跡すらも全く認められなかったということです。防衛省の計画では基地滑走路は2本。島の北北西から南南東にかけての長さ 2450m の死滑走路と 1830m の横風用滑走路です。この2本が区の字の形に交わるように設計されていて、滑走路地区の工事は2024年9月頃には完了見込みとなっていますが、現時点では全体像はまだ認められません。防衛省の馬毛島基地イメージ図では、島の東側の海岸線に3本の桟橋など艦船係留施設の設置が予定されています。こういった桟橋は
現在、空母化改修工事が進められて、いる出雲、片越え艦、基準排水量 19,950トン、全長248メートル、全幅38メートルの接岸、入港を可能にするものです。係留施設として、桟橋のほか、防波堤や消波日下げなども建設される予定です。馬毛島に、大量の、物資や人員、燃料などを搬入するためには必要不可欠なもので、桟橋は、沖合1300メートルまで伸ばす予定ということです。馬毛島基地のイメージ図には、滑走路に沿って点在する駐機場スペース、整備などのための、関連施設や管制塔などの飛行場支援施設が描かれています。他にも、基地要員などの生活スペースを含む訓練関連施設や、航空機格納庫に、燃料庫や弾薬庫、桟橋から揚陸した物資を収容する施設などが配置されています。横須賀を母港とするアメリカ海軍第7艦隊の空母ロナルド・レーガンは、乗組員の休養や補給整備のため、年間数ヶ月は、横須賀に寄港することになっています。その間、艦載機パイロットは、空母からの離発着ができません。その代わりというか、アメリカ海軍では、パイロット空母着艦資格維持のため、陸上の飛行場での FCLP 実施が義務付けられているので、平時においては、おおむね、年に1回もしくは2回、5月か8月に実施されるのが通常です。訓練1回につき10日間ほどの期間で、昼夜の区別なく行われることになっているそうです。この FCLP は、空母が出航する直前に集中して行われています。陸上の滑走路を空母飛行甲板に見立ててタッチ&ゴーを繰り返すものですが、夜間離着陸訓練 NLP では騒音問題が発生しやすいのは予測できますね。日本での FCLP は、当初、横須賀を母港とする第7艦隊の空母艦載機が、厚木基地を陸上基地にしていたので、横田基地なども併用して実施されていましたが、両基地とも、市街地が近くにあるので、騒音問題が絶えませんでした。それで、1991年、平成3年8月からは、横須賀から、南に遠く離れた小笠原諸島の洋島基地で実施されるようになっていたのです。しかし、厚木基地から硫黄島基地までは距離約 1000km です。長距離飛行のせいで、パイロットは疲労するし、航空機は疲弊、大量の燃料消費などアメリカ軍は経費増大を不満として、2017年、平成29年に、空母艦載機が山口県岩国基地に移転してから、岩国基地に近い代替地での FCLP 実施を要望していたのです。でも、アメリカ軍の経費って日本も分担させられているんですよね。太平洋戦争激戦地だった洋島は距離が遠いだけでなく、今も火山活動が活発なので、その点の不安も理由にされているのでしょう。アメリカ海軍は、岩国基地から近い馬毛島での FCLP は歓迎しているそうです。馬毛島の基地建設については、一部の市民などが反対を表明しています。馬毛島を管轄する種子島の西の表市では、2021年1月に実施された市長選挙で基地整備に反対する候補が144票差で当選したため、今後の計画推進を懸念する声があるようです。ただし、西の表市議会は、自衛隊施設誘致賛成の姿勢を示しています。今後については、市長と反対派市議の動きが注目されているのですが、種子島島の3市町村のうち、西の表市以外の中種町と南種町では、町も町議会も自衛隊施設整備に賛成しているそうです。防衛省は、海上、航空、陸上自衛隊それぞれに、馬毛島での訓練を計画し、常に、150から200名の隊員を駐在させる予定にしています。種子島には宿舎を建設し、その家族も居住させることになります。馬毛島島内には、施設保守管理に必要な最低限の隊員以外、基地隊員は、種子島宿舎から、定期船などで馬毛島に通勤する予定にしているのです。ということは、過疎が進む種子島で、1000人近くの若い世代人口が増えることになるので、地元では、地域の活性化つながると歓迎する声も多いと見られます。さらに、
基地や宿舎で必要な食料品や生活必需品などを地元で購入すると期待されるので、種子島島内の経済活性化に大きく貢献するとも予想している向きもいるとか。反対の声が一部にあるとはいえ、種子島島民の総意としては、自衛隊施設整備を歓迎する空気が強いとみなされているようです。日英遺産国で次期戦闘機開発を進める中、最新動画が公開された。F-35 戦闘機を超えるのは当たり前だが、無人機や小型ドローンなども掌握できる機体になるでしょうね。2022年12月に、日本とイギリスとイタリアとの3カ国で、共同開発として行われる次期戦闘機の計画名は、グローバル・コンバット・エアー・プログラム、通称 GACP と明かされ、現在、本格的なフェーズへ入っている。2021年末には GACP という計画名称は未定だったが、すでに日本とイギリスとの間での機関部やアビオニクス類の協業関係は顕在化していた。その対象が戦闘機というケースは、太平洋戦争後の日本においてアメリカという唯一の軍事同盟国との協調を最大の前提としていたため、寿命の利とでも形容すべき分野であった。それがゆえに、今後開発される次期戦闘機が代替する F2 戦闘機に関しても、ロッキード・マーチン社が擁する F-16 ファイティング・ファルコンを基軸にして開発を行った機体であり、同社の技術供与は揺るがないという見解が多数を占めていた。また、一部では F2 戦闘機で懸念される点として、ロッキード・マーチン社との共同開発が行われた原因と予想された機関部の純国産化に関して、IHI 社製の試作機 XF-9 が2018年に防衛装備庁への納入を果たしたことから、念願の純国産化を支持する声も上がっていた。しかし、単なる宇宙に打ち上げるロケットではなく、近い将来の戦争で使うような新型戦闘機を、今や自国の技術のみで開発を遂行できるだけの基盤を確保することや、軽く見積もっても超単位の開発費が想定されるため、このご時世で日本が次期戦闘機開発を純国産化で成し遂げることに疑念を抱かれても仕方がない。そのため、現行の F2 戦闘機でも共同開発を行い、また、最新鋭の第5世代戦闘機 F-35 ライトニングにも、日本は総数147機の調達を決定している状況から見ても、その売買権利を有するロッキード・マーチン社の主体的な参画は揺るがないだろうと見ていた。しかし、そのような推察を裏切るかのように、日本は F2 戦闘機の代替機を GACP にて調達する方向に切り替え、ロッキード・マーチン社は、それらに随伴する無人航空機等の分野への関与に止まるという流れになった。ここ近年の航空自衛隊で採用された戦闘機の編成を見返しても、F4 ファントム、F15 イーグルがアメリカ製の機体のライセンス生産、F2 戦闘機が日米共同開発、F-35 ライトニング2に至っては、完成品の購入、および国内での最終組み立てという完全アメリカ依存の傾向は揺るがなかった。特に、
第5世代戦闘機を西側諸国の市場で独占しているロッキード・マーチン社は、アメリカ空軍専用の F-2 にラプター、NATO 同盟国やそれに近しい国々に F-35 ライトニング2を供給して、その地位を盤石のものとしているようにも見えていた。アメリカ空軍の次世代戦闘機開発計画とされる、ニュー・ジェネレーション・エアー・ドミナンス、通称、NGAD も本格始動することが、すでに打ち出されているが、ここでの開発主体も、予想通り、ロッキード・マーチン社が、優位性を発揮するだろう。ちなみに、GACP も NGAD も、計画名から、伺えるような戦闘機単体での開発は試行しておらず、それらの計画の中に、有人戦闘機の機体開発という内容は、含まれているものの、合わせて、それらが完成して随伴させる無人航空機を含めた、航空システムの構築を目的としており、あくまでも、有人戦闘機は、ツールの一つという形に位置づけられている。そういった背景から、ロッキード・マーチン社も、GACP における、無人航空機分野に対する関与は継続する方針であると見られているのだ。一方で、日英三国による GACP の公式な進捗情報は、2022年末の共同開発の各国政府からの公表以来、2023年7月時点でも非常に少ない。一時期は、GACP における日英三国の開発費用の安分比率が、2:1になるのではないかという推論が、イギリスのロイター等で報じられたこともあったが、イタリア政府が即刻に否定していた。こういった中で、2023年6月13日に、GACP 完成に向けた機関部開発に関しての情報を、イギリスで、同プロジェクトの主管を担う BAE システムズ社が、30秒ほどの映像を YouTube 等で公開した。その映像の中で、機関部の静止画像等はなく、IHI 社が防衛装備庁に納入した試作機である XF9 とは別物であるようなものが映し出され、どちらかといえば BAE システムズ社が主体的に開発を進めているようにも感じた。また、BAE システムズ社は、機関部以外にも、搭乗者の緊急脱出装置や、2027年までに、実証機の製作を行うことを表明していたが、当時のタイミングで、あのような内容のアナウンスが何を目的としているのかは理解できません。ちなみに、GACP の構造を大まかに分けると、イギリスは、機体本体や全体の統括を、BAE システムズ社が受け負うほか、機関部をロールス・ロイス社、アビオニクス類を、レイナル UK 社が、それぞれ担当する形となっている。そして、日本の場合は、機体本体や全体の統括を、三菱重工業社、機関部を、IHI 社、アビオニクス類を三菱電機社が担当することになっており、最後に、イタリアの場合は、機体本体や、全体の統括やアビオニクス類を、レオナルド社、機関部をアビオエアロ社が、それぞれ担当することが表明されている。GACP の大元ともいえるテンペスト計画においては、イギリス、イタリア、スウェーデンの参加で推進されていたところ、今後は、スウェーデンも、再び同グループに加わる可能性も浮上している。そもそも、元々のテンペスト計画と同様に、GACP も、次世代戦闘機本体の開発も包括していることから、それは、要するに、第6世代戦闘機の開発を目指すプロジェクトであるとの認識も多いとの見方があった。しかし、日本の次世代戦闘機開発に対する技術供与のボス的存在でもあるロッキード・マーチン社が、こんなにもあっさりと身を引いた理由の一つに、それらのプロダクトが
アメリカ側の指向する第6世代戦闘機の資質を備えていないと判断されたためとも指摘されている。こういった第00世代という区分そのものが、実際に生産された機体の特性を鑑みて、後付けで分類する性格のものであることは、誰もが認める事実であり、そもそも、第6世代戦闘機の要件は、さらに高度な機体自体のステルス性、随伴駆無人航空機の完成、高度なネットワーク化などが挙げられている。ただし、これらの要件自体も、第5世代戦闘機の F-35 ライトニングにでさえも、今後のアップデート次第で、十分にカバーすることが可能な能力とも思えるため、あながち、アメリカ側が、GACP を、次世代のものと見ささないという見解も的外れではないのかもしれませんね。それにしても、第4世代戦闘機の先陣として、アメリカが開発した F-15 イーグルや F-16 ファイティングファルコンの最新型が、限定的なステルス性能や飛躍的に強化されたアビオニクス類の装備で、第 4.5 世代という評価を受けている事実は、示唆的に思えて仕方がない。これすなわち、GACP の中でも、F-35 ライトニング2の生産に、大きな関与を果たした BAE システムズ社が、主体的な役割を担うことで、少なくとも、それを、5.5 世代相当の機体に仕上げる可能性は、間違いなく高いと、誰もが思うことだろう。それが本当に実現されたならば、今の F-35 ライトニング2では困難とされていた。日本やイギリス、イタリアが自由に自国の必要性と照らし合わせて回収を行う自由度が増すため、実際に最終形態で次世代戦闘機となる機体に関しては、再度アメリカからの調達も今後検討する余地を残せばいいのではないでしょうか。アメリカが凍結したレールガン開発に、日本が完成間近で、極超音速キラーとなる情報をキャッチしました。今回は、日本が完成間近の電磁砲開発を詳しく見ていきますね。ロシアの極超音速は、偽物とわかり、中国の極超音速も、怪しい性能、今こそ使うべきだよ。2023年5月上旬、ロシアからの軍事侵攻にさらされているウクライナは、西側諸国からの兵器供与で受け取った PAC-3 パトリオットミサイルシステムによって、ロシアの KH-47M2 キンジャールを初迎撃したと発表した。ロシアの KH-47M2 キンジャールは、航空機に搭載して運用される空中発射型の空対空弾道ミサイルであり、これまで、ロシア側は、最大飛翔速度は、マッハ10以上に達し、回避軌道も可能なため、西側の持つ防空網では、迎撃は不可能と喧伝してきた。ウクライナの首都のキーウでは、この KH-47M2 キンジャールを、PAC-3 パトリオットミサイルシステムで撃墜した、視覚的な証拠も提示しており、ロシアのプロパガンダを否定できた、政治的な意義も大きいだろう。この KH-47M2 キンジャールが、従来ロシアが喧伝してきたようなマッハ10を超過する速度と、迎撃を困難とする回避軌道が、実際に可能であったのかについては、疑義の声すら聞こえてはいるが、これら、極超音速兵器への対処は、世界各国で課題となっている。日本においては、こうした、極超音速兵器の迎撃を担う、兵器の一環として、
2022年度の防衛予算の中から、およそ65億円の開発費用をレールガンに投じており、その実用化が、実際、問題として、図れるのか否かに、大きな注目が注がれていると言える。レールガンは、現在の防空兵器として、主力と言っても、過言ではない対空ミサイルと異なり、本体にミサイルのような推進装置を備えておらず、どちらかといえば、従来の火砲のように、砲弾を射出するだけの機構の兵器に近い。従来の火砲の場合は、砲弾を火薬の炸裂する圧力によって打ち出すものだが、レールガンは、砲弾の射出に、火薬ではなく電気、電磁力を用いる原理の兵器であり、ミサイルと比較すれば、はるかに、一発あたりの単価が、低額で済むとされる。レールガンは、砲弾を、電磁気の力、物理学の用語で言うところものローレンツ力で、推進加速を発生させて射出する仕組みで、甚だ近未来的な雰囲気をまとってはいるが、その起こりは、1800年代中盤と、かなり以前まで遡る。よって、1914年からの第一次世界大戦や、1939年からの第二次世界大戦時には、すでに、ドイツや日本といった国々で、レールガンの兵器としての開発が行われていたが、この頃の技術水準では、実用化はさとしたばなったのが、実態であった。レールガンの構造は、火砲における砲身の代わりに、2本のレールを平行に設置し、その上に砲弾となる金属を置いて、レールの後端部分に電源から、引いた電極を接続するのみという、簡易な機構で成立させることができる。この状態で、2本のレールに通電させると、砲弾は、電磁力によって、先端部分へと、電磁力によって、推進力を得る形となり、物理的には、非常に平易な構造で、砲弾を射出するに足る力を発生させるものでとして注目された。こうした物理的な構造によって、レールガンは、その利点として、自ら飛翔するのに、必要な推進機関の内蔵不要であり、その分製造が安価で済むと同時に、火薬を用いた火砲の砲弾よりも、高所速で、かつ長射程を実現可能と考えられた。その反面で、レールガンの物理学的な弱点は、砲弾を射出する際の電磁力のエネルギーロスが課題であり、かつ射出に必要とされる電源から、大電流を取り出す必要があり、第二次世界大戦時には、砲一門に発電所を設ける必要があるとまで見さされた。こうしたレールガンを実現するためのハードルが緩和されたには、1960年代に入ってからで、電力供給用に単極発電機が使用されたことで、現実味を帯び、1980年代に、アメリカは、宇宙空間でそれを活用すべく、研究を続けた。アメリカでは、宇宙空間の軍事利用を推進すべく、SDI 計画の中で、レールガンの実用化を期としたが、19991年の旧ソ連崩壊に伴う、政界的な軍縮傾向の中で、下火となり、1990年代以後は、地球上での使用を前提としたものへと回帰する。アメリカ海軍では、イギリスの軍需関連企業大手の BAE システムズ社の協力を得て、2010年には、およそ 10kg 強の砲弾を撃ち出すレールガンの試作に成功、2016年を目途に、水上戦闘艦に搭載する発射速度10発、分。最大射程距離およそ 160km を目指した。そして、2020年までには、その開発を終え、実際の水上戦闘艦に搭載してのみ、テストを行うことを期としていたが、この発射速度10発、分、最大射程距離およそ 160km という仕様のレールガンの実用化には、少なくとも、25MW の電力を賄う必要が生じた。この当時、25MW もの電力を供給することが物理的に可能であった水上戦闘艦は、
アメリカ海軍の中でも、新機軸の導入で、高コストが問題となり、わずか3隻の建造で、打ち切りの浮き目にあった、ズムウォルト級ミサイル駆逐艦しか存在していなかった。ズムウォルト級ミサイル駆逐艦は、艦艇自体の運用に必要な電力を除いても、およそ40メガワットの余力があるとされていたが、アメリカ海軍の主力艦である、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦は、同9メガワットほどしか、それがなかった。つまり、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦では、試作されたレールガンを稼働させるに足る電力供給が、全く不可能であり、その実現には、新たな蓄電システムの実装が必須だったが、そもそも、レールガンの運用に必要な電子機器類の開発が容易ではなかった。そして、そうした課題に、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦とレールガンが直面している間に、実に、射程距離で、レールガンの使用をはるかにしのぐ、1000km 超級の極超音兵器が、世界的に出現する状況が発生してしまった。前述したように、アメリカ海軍が実用化を目指していた水上戦闘艦搭載用のレールガンの射程距離はおよそ 160km ほどしかなく、仮想敵国であるロシアや中国の対艦ミサイルの射程もはるかにこれを凌駕してきたため、その有用性は薄れていった。アメリカ海軍では、ほぼすべての水上戦闘艦に装備しているマーク 41VLS に対して、それに若干の改修を施せし、そこから運用可能な新型の迎撃用極超音速ミサイルを開発する方が、はるかに運用効率が高いと判断。事実上、レールガン開発は凍結に向かった。ただし、こうしたアメリカ海軍のレールガン開発の事実上の凍結という事態を見た中国は、技術力の向上によって、その課題を克服し、およそ 25kg 砲弾を、マッハ7以上の速度で、射程距離約 250km まで高めていると、喧伝している。中国海軍では、自軍が、開発を今後も推進するレールガンについて、その用途は、沿岸部の防衛任務を想定している模様で、レールガンの砲弾の速度を生かした、極超音速兵器への迎撃ではなく、敵艦敵の接近拒否用に位置づけているようだ。日本における、レールガン開発は、口径 40mm の砲弾を、初速 2000km、秒以上で射出し、レール自体の耐久性は、120発以上を想定、最大で約 200km の射程距離を実現し、ロシアや中国の極超音速兵器の迎撃用途に使用するとめされている。レールガンの砲弾は、通常の火砲と同様で、無論、誘導装置等が内蔵されたものではないため、冒頭で述べた PAC-3、パトリオとミサイルシステム等と併用して、極超音速兵器の迎撃の一環を担う兵装としての運用が構想されているのだろう。地対空誘導弾である PAC-3、パトリオとミサイルシステム等のミサイル一発の単価は少なくとも億の単位であるが、レールガンはこれが同200万円ほどと考えられていることから、はるかに安価であるのは間違いない。しかし、ロシア・ウクライナ戦争において、当時の西ドイツが敵の戦闘ヘリを排除するために開発したゲパルト対空戦車が対ドローン迎撃に効果を発揮していることを考慮すれば、安価な対空防御はこうした兵器の再評価も必要かもしれない。